ます。早速なんですけれども、はい、あの選挙戦を振り返ってというところと、当選の今のお気持ちをですね、聞かせてください。とにかく、ほっとした、もう安堵したっていうのが、最初の、まあ、感想ですね。今回、コロナもあったせいで、まあ、ネットが非常に中心になったと思うんですけど、やっぱりネット上でもありとあらゆる情報が錯綜しすぎてですね、やはり最後の最後、蓋を開けて結果が出るまで、全く、なんですかね、見通しがつかなかったもんですから、そういった意味では本当にもう特に最後も何ですかね、当選のあれが、当選がですね、なかなか出なかったのもやっぱりだいぶ大接戦になってるんだなっていうふうに思っていたので、もう本当に結果が出てホッとしています。すいません、ちょっと追加で質問なんですけれども、はい、ほっとしたっていうのは何でしょう、また市政に関われることに対するほっとしたということなのか、どういったことにこうほっとしたのか、はい、教えてください。いや、やっぱりこの、まあ、2期8年間の信任選挙だと言ってきましたので、やっぱり大接戦だっていう、まあ、情報等が入るとですね、やはりこれまでの自分の、まあ、行いだったり判断だったりっていうものをに対するやっぱり市民のまあ、厳しい目とかそういったのもですね、意識せざるを得なかったので、そういった意味では、うん、まあ、最後まで緊張の抜けない選挙戦でしたね。8年間も大きい決断を、たくさんしてこられたということですかね。そうですね、非常に難しい判断たくさんありましたし、まあ感情的には非常にやっぱり市民が納得しにくい判断もいくつかあったので、やっぱしっかりその意味を伝える難しさ、その伝わってるかどうかっていうのが分からないその苦しさみたいなのがありましたね。これも補足なんですけれども、はい、いくつか市民が納得しにくいこう判断もあったのでっていうことなんですけれども、これはやはりこの分校の例えば北側の住人だったりとか、まあ、実際ですね、私自身南側だって公約したわけではないんですよ。ただまあ皆さんからもいつ、まあ、2度も公約ってずっと言われ続けてたので、まあ、多分これを私が厳密に2回目の選挙で南側にっていうことを別に公約化したわけではないと言ってもですね、多分またごまかしたとかなんとかって言われるだろうっていうのはありましたので、もうここはしっかりと、ただ我々が南側に望んでいたのは事実だったので、まあ、それを、まあ、浦添市案として実現できなかったということについては、まあ、公約そのものではなかったんですけど、ね、やはり、まあ、それはもうしっかり受け止めていかざるを得ないなというところで、2度の公約断念ということも、まあ、甘んじてそういう表現も受けていかねばならないと、受けた上で、まあ、選挙戦を展開していかなければならないっていう覚悟を持って進めました。それでその今回の選挙戦、選挙結果を受けてこれらの判断はもうある程度信任を得られたっていう解釈。そうですね、やっぱりある一定程度信任は得たと思ってます。つまり、まあ、軍港を作ること、真ん中パルコ真正面に作られるってことを、まあ、心理的には納得できない市民の方はたくさんいらっしゃると今でも思っています。私の名前を書いた人の中でもやっぱりそれは面白くはない判断だったと思います。ただやっぱそれでも何ですかね、まあ、国や県というか那覇もいろんな意向もありますので、その中で総合的な判断として、私が下したんだということもですね、まあ、市民はその苦渋についてもよく、まあご理解していただいたのかなという感じはしています。ただその、まあ、選挙的にはまあだいぶ票差がつきましたけど、はい、まあ、ざっくり言って、まあ、反対2位ぐらいですね、はい、やっぱり根強い反対、まあ、そもそもの政治反対の意見とか
係程度あるかと思うんですけど、そこら辺のこの、なんというか、市民への説明というか、あるいはその、なんというか、もうちょっと、競技の中で、どういうふうに、浦添のために良くしていくみたいな、そこら辺はどういうふうに考えますか？いや、やっぱり何度も言ってきたように、私が3万票、まあ、相手候補が2万票といっても、この私に入れた方の中でもやはり軍港自体はやっぱりとても引っかかっているという方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。ですから引き続き知事と白間市長と協議をして、軍港そのものが否定できない、あるいは軍港そのものを、まあ、北側で作らざるを得ないとしても、その他の形で例えばできるだけ環境負荷を軽くするとか、異能に部分を何ですかね、考慮するとかですね、自然環境保護に努めていくってことは、これはもう絶対条件になるだろうと思ってます。今でも私の名前を書いてくれた3万人が全員軍港 OK って歓迎してるわけではないと思っております。改めてなんですけれども、市長は一番ベストは浦添に軍港はいらないっていうのは思ってます。当然でしょうね。多分これ市民は全員思ってると思う。思っていらっしゃって、それでもなぜ受け入れたかっていうのがなかなかに複雑なことで、心配してないと思うんですけれども、改めてそれでもなぜ苦渋の決断をしたかということをもう一度お願いしていいでしょうか。よろしいでしょうか。これはですね、実はもしそれを朝日さんが知らないとすれば、全くの勉強不足ですね。私はこれまで8年間何度も行ってきました。これは浦添市民が決して望んでもいないけれども、国も沖縄県も那覇市も一貫してこれだけはどうしてもやってほしいってずっと言ってきてるんですよ。だから我々は何度も繰り返して申し上げてきたように、もうこれもう浦添対沖縄県那覇市っていうこの分断をこれ以上続けていいのかっていうことの中で、浦添市民は苦渋の決断で受け入れてるんですよ。我々が受け入れた意味がわからないという質問自体が、まさに皆さんがこれまで報道してこなかった、もし県民浦添市民の中にそれがわからないという人がいたら、それはまさにマスコミの責任もしっかりと皆さん自身考えていただきたいと思います。尾長武前県知事は知事選に出馬の段階でも軍港だけはやると明言して当選している。その後、私との面談もなかなか進まなかったんです。でも私への返答は、県議会で移設の枠組みの中でそのまま協議をすると何度も言ってるから、会って何を話をするのかまで言われたんです。にもかかわらず、全く報道してこなかった皆さん、そこはしっかりと皆様判断しないと、僕は皆さんを責めてるわけではない。責めてるわけではないけれども、この沖縄県のこの不可思議な現象に皆さん自身が全く疑問を思わないのかということ自体も解いていかないと、これ本当に沖縄県民は苦しみ続けますよ。だからしっかりとそこも理解をしていただいて、あくまでも繰り返しますけれども、浦添市にとって苦渋以外の何ものでもないんですよ。でもこれ以上の分断をし続けていいのかというところで、知事も那覇市長もそして私もみんなが苦渋の決断をしています。彼らが多分私が三者合意で浦添が受け入れたからといって彼らが万歳してるわけでは僕はないと思うんですよ。みんな苦しい思いで、でも軍港を返してもらいたいっていう那覇市民の思い、これを浦添が拒否すると、これ計画自体頓挫すると、もしかしたら那覇軍港自体が固定化されてしまう、その危険性を彼らはひしひしと感じているはずなんですよ。だからここだけは申し訳ないけどお願いしたいと、那覇と浦添とこう隣接する那覇港という中でみんなでこれを盛り上げていくためにも、ぜひ浦添さん一つお願いしますというのがあっての受け入れですから、この浦添だけを嫌だ嫌だと、ね、浦添市民は誰も望んでいないのに関わらず、なぜ飲んだかと、これ浦添市民に聞くこと自体が、もう本当に、なんていうんですか、悲しいことなんですよ。僕はこれまでも何度も言ってきた。
軍港が来ることも悲しい、サンゴが埋め立てられることも悲しい。でも一番悲しいのは誰もその事実を知らないことなんですよ。今回でも、まあ、幸いにして市長選挙を通して那覇軍港問題にさまざまな光が当てられるようになって、いろんな背景見えるようになったと思います。まあ、知事も、まあ、ああいうお立場ですから、決してやった浦添に移設するぞって思ってるわけではないと思いますし、那覇市さんだってよっしゃこれで終わった軍港帰ってくるぞって手放しで喜んでいるわけではないと思います。みんなやっぱりその苦しさをお互いに分かっているので、ですからそこはしっかりと進んでいこうっていう意味での受け入れですので、私も含めて浦添市民みんなが、少なくとも私のお名前を書いてくださった 3万人はもう苦しいことだけど嫌だ嫌だだけ言ってても物事は進まないから、ここは浦添が一肌脱いで、一歩譲ってでも全体のために進めていこうということを僕は判断してくださったということで、本当に僕は浦添市民は本当にすごいと思います。僕らがいつも言っているみんなで何かを進めていこうっていう時に、みんなで一つにっていうのはとっても綺麗だけど、さまざまな意見がある中でやっぱり誰かが何かを一歩我慢して譲っていかないと全体で進まないんですよ。これはもう人間関係でも何でも一緒、誰か複数の人が何かをやろうっていうと、やっぱり自分だけの100点満点のわがままだけでは物事進まないから、じゃあ僕も75点、あなたも75点でみんなの75点の合意を作って進んでいかないといけないと思っているので、僕本当にはそういう市民は本当にすごいと思います。今の分断とかメディアの光を当ててこなかった責任っていう言葉もあって、それは本当私も感じているところなんですけれども、50年近く合意してからですね、軍港問題が動かなかった要因っていうのはどのあたりにあると今改めて思いますか？やはり軍港問題が非常にこう、まあ難しかったのはやはりその沖縄県内でやっぱりまあ、代替施設を準備しなければ、なんていうんですかね、一つ受け入れ先を県内で探さなければ、一つ返還ができないっていう、本当にその沖縄県民に、なんていうんですかね、強いられたというか、その難しい選択ですよね。ですから本当に何度も言うように、その、さまざまな形の中で基地負担軽減っていうんであれば、本当に那覇軍港なんか帰ってきました、ゼロになりましたで万歳なんですけど、でもやっぱり那覇を返すために浦添に作るっていうそういう計画自体になっているし、本当にそこは苦しい選択ですよね。県外からも結構注目を今回集めているんですけれども、選挙でその中で一つ辺野古だって海を埋め立てて移設計画である、浦添の軍港も海を埋め立てて移設する計画である、これは何が違うのかっていう指摘も、本土にはあります。で松本市長はその疑問に対してどういうふうに答えられますか？まあこの違いが何があるのかということですけれども、やはりもともと違いなんかなかったはずなんです。だけれどもやはり私たちがその人為的に違いを作らざるを得なかった、そこが非常に複雑なところだと思います。ですから、まあ、辺野古が象徴的に、まあ、取り扱われるようになり、その一方でやっぱり那覇軍港だけは返還したいっていう強い思いが知事や、まあ、前知事も含めてね、那覇市さんの方にはあって、やっぱりその矛盾が二
2つ大きく分けてきたということだと思います。ですからなぜこの辺野古問題と軍港問題が2つ分けられてこざるを得なかったかということなんかも本当に皆さんも考えていただかないと、違うじゃん違うじゃんだけでは物事は進まないし、でなぜ違うのかと、県民だってわからないと思うんですよ。浦添市民だって辺野古と那覇軍港と何が違うのかと思ってると思うんですよ。ただでも結論が言えるのは、浦添の多くの方は少なくとももう一つの辺野古を浦添にするわけにはいかないという、僕は根底にその思いが私の名前を書いてくれたと思います。自身は辺野古の移設計画については現時点どのようなお考えをお持ちなんでしょうか。これはもう基本的には他市町村のことでありますので、例えば浦添の軍港問題、非常に複雑ですよね。ですからこれを他市の方がこれ賛成だとか受け入れて当たり前だろうとか断固反対すべきだって言われたら、それは浦添市民だって、それは難しいですよ。あなた方に何が分かるっていう複雑な思いありますよ。そういった意味においては、やはり辺野古の問題は、名護市さんの、名護市民の皆さんの問題でもあり、また宜野湾市民のまた問題でもあり、沖縄県全体の問題でもあるというふうに思っています。関連して、その元々違いがなかったというのは、その整理縮小のために代替物を作るという点でっていう意味でしかいなかった。そういうことだと思います。最初はだからそのまあ、全部セットで同じ意味だってことで鎖国合意としてパッケージになったと思うんですよ。しかし途中からこの普天間辺野古っていうものだけが別扱いになっていく。なぜそれだけが別扱いになっていったのか、それはもう私自体もよく分かりませんけれども、まあ、ある時から辺野古だけは別だっていう形になっていったので、そこから難しくなっていったと思います。そういう意味では普天間を辺野古に、で金沢を、まあ、沖縄市や、まあ、読谷、グアムに、そして那覇軍港、浦添市にっていうのは、これはもう3つしっかりとした当時の合意の中で、じゃあこれでまず第一段階、ここから行きましょうってことで決まったはずなのに、なぜかその中から辺野古だけが、普天間辺野古だけが別扱いで取り上げられていったっていうことだと思います。大意見も根強いですけど、まあ、現実的に見て段階的な整理不詳とも言えるのかもしれないですけど、そこら辺は松本さんは、まあ、現実的なやり方かなっていう考えでいらっしゃる。そうですね、その少なくとも那覇軍港の浦添施設及び 浦添の金山の返還については、これはもう段階的な基地負担の軽減になるというふうなことで、まあ、我々も論で合意しているということですね。まあ、少なくとも例えば那覇軍港をお持ちの那覇市さんで、受け入れ先の浦添市で、金沢を持っている浦添市で、それの受け入れ先である沖縄市、あるいは読谷村、まあ、うるま市も一部ありますけども、そこについてはいろいろあるけれども、段階的な基地負担の軽減ということで合意しているので、今みんなが合意してるっていう形ですね。ですからあくまでも普天間辺野古っていうものだけが別扱いになってるけども、今回の選挙戦というのはこの別枠扱いに軍港問題まで持っていこうって考えてる人と、まあそこはもう分けて考えましょうっていう、まあ私と慰霊さんの違いだったというふうに思ってます。慰霊候補者の話はやっぱり辺野古と軍港と同じじゃないかっていう基本的な考え方だと思うんですよね。有給化してるからもう移設しなくてはいいのではないかという指摘もありますが、それは松本さんはどうお答えになるというか、どうお考えになりますか。有給化してるとおっしゃってる方がいるとしたら、それも有給化してるんであれば、那覇軍港の移設自体がもう成り立たない話ですから。
もしあの県知事でも那覇市長さんでもこれ有給化してるって話であればもう浦添と関係なく返還交渉を自らやるべきです。 ここまでなんていうかなその合意してこれを進めている中で、まあ、有給化してるって発言するんだったらこれはある意味あのここの感覚が皆さんとどうしてこう共有できないのかが僕はよく分からないんですけど、これもし有給化してるよねっていう人がいたらこれ相当浦添をバカにしてますよね。有給化してる基地をもう使ってないけどとにかく浦添先に作って待ってろと、いつか有給化しなくなるその日のために海埋めて作って待ってなさい浦添はって、これなんていうんですかね、とんでもない話だと僕は聞こえるんですけど、そこについてのなんていうのかな報道もなかなかないんですよね。さらに有給化してるかどうかっていうところがですね、あの肝心なデータっていうものが出されなくなっていて検証もできない状況になってます、うん、でそれに対してこの誤解だったら意見の食い違いも生まれているのではないかと私は思っているんですけれども、うん、それを本来なら国なり責任ある行政が米国から出すべきだと、そういう姿勢を強くするべきではないかっていう気もしております。松本さんはどうお考えですか？基本的にはこれは那覇市の施設ですから、那覇市さんや県知事がこれ有給化してんじゃないのと、資料出せよと、だって使ってる人は有給化してないと思って使ってるんだから、それ使ってる人たちにこれ有給化してるんだろうって話をするのは持ってるところがやらないと、これ私にですねまだ浦添に来てもいない浦添にない軍港について使ってるか使ってないかっていうのをこの私に問うっていうこと自体が非常に不思議な話で、私に問うぐらいだったら県知事と那覇市長にあんたたちどう思ってるのと言うべきだと思うんですよ。だからここが非常にこう何て言うんですかね、浦添市民の感覚と違う何かが動いてる感じがするんですよ。ですからそこまで とても繊細なところなので、やっぱりその何て言うか市外の方とかあまりこう関係ない方はとっても分かりにくいところだと思いますので、そこそ非常に繊細にですね、うん、皆さんにこう報道して伝えてほしいんですよ。那覇市長さんやその県知事がどういうふうにおっしゃってるのか分かりませんけど、これ有給化してるって考えるんであれば、その方々は有給化してるっていう認識を持ってるんであれば軍港移設自体徹底的に反対してもらわないと、あ有給化してるでしょでも浦添市には作ってもらえますよって、こんな馬鹿げた話をよくシャーシャーとできるなという感覚を皆さんにも共有してもらいたいんですよ。だから私が言ってるのは口で反対は誰でもできると、でもなぜ具体的な阻止行動を起こさないんですかと、結城さんにも何度も言ってるじゃないですか、絶対止めるって言うんだったら私が当選したらその日で移設協議会離脱ってなぜ言わないんですか、移設が前提の協議会に行ってそこで反対しますって、それはもうただの協議の引き延ばしかにしかならないんです。だからそういったところなんかも必死にこの8年間訴えてきたんですけれども、全然なんていうんですかね、与党離脱して知事を揺さぶるってことも与党から大沖縄の皆さんからはないし、それは口では反対とか反対しろって口では言いますけど、まあ、これ以上言うとまた問題になるのであれですけど、ですから本当に浦添市民のこの繊細な思いをしっかりと、それでも浦添市、我々が多少マイナスでもやっぱり全体のためにと、でも僕はこれはあのとってもありがたい判断だと思います。やっぱり何かを進めるときにやはり誰かを傷つけるぐらいだったら自ら傷つく方を選ぶ、そして全体を進めていこうって考えてくださる浦添市民は僕は大変誇りに思っています。ここも浦添ファーストだけを言ってると、まあアメリカの例もそうですけど
分断が進むと思います。ぜひまたうまくまとめていただいてよろしくお願いします。